もう一度報告しろ。はい、6番艦の大破確認しました。イレギュラーな部隊がいるようだな。401部隊と903部隊はどうした？依然応答ありません。呼び続けろ。はっ。白夜一礼、白夜一礼、こちらくさび。先ほどの報告にあった161部隊の生き残りを呼べ。はっ。161部隊のまず魔法を使う連中を見たのは確かなのだな。は、はい。貴様はそれを目撃し逃走、その後部隊は全滅、間違いない。はい、この事実を報告せねば。恐れから逃げる者など我らミリテス公国軍に存在しない。161部隊はスザクの魔法攻撃により壊滅、片付ける。はっ。ルシ君にではスザククリスタルを抑えられないということだ。最悪、どこのネズミだよ。ワンパターンだな。もう飽きたよ。終わりにしよう。
なんだ。私のジャマー圏内で召喚したのか。あなた、元に戻った。武士の力なのか。ここは頼んだ。了解。上等だよ。すぐに殺してやる。言われなくても私に構うのは。
上等だよ。すぐに殺してやる。最悪。危ないところだった。あんたたちは一体そのマントの色。嘘。キュービ沈黙。ルシ君と通信不能。バカな。一体何が起きているんだ。スザククリスタルの完全解放を確認。各地で魔法反応。68地点にルシ、スザクのルシが現れました。204部隊、208部隊、音信途絶。総員撤収準備。スザクにいる全部隊に緊急通達。現時刻をもって状況終了。撤退を開始しろ。撤退だ。早くしろ。本部へ状況救急位置を伝達しろ。作戦は北の夜明けに移る。はここに来て覆されるとはな。作戦開始からわずか6時間。赤のマントをまとったアギト候補生クラスゼロの活躍により、スザク奪還作戦は電撃的成功を収めた。そして彼らはこの作戦を機に歴史の表舞台に立つこととなる。この度スザクに不幸な出来事が起こりました。先人の勇気と知恵が生み出した四カ国平和協定を踏みにじったミリテス公国の悪しき行為の結果です。この核も悲しく核も悲惨で核も不幸な事件により、我々は多くの友を失いました。占領しているミリテス公国軍から村を町を住人を解放することに力を合わせることで合意いたしました。これはルブルムのみならずオリエンスに与えられた試練です。皆さんは今日のこの日をオリエンスの新たな院長、現部に緊急反応が。何？
歴史家どもはこれをフィニスと呼ぶのかもしれませんな。うん、くだらん。これは終わりの始まりなどではない。我らが生み出した最初の希望だよ。時に王暦842年、ペリシテリウム玄武に向け大陸破壊兵器アルテマダンが投下された。これにより700年の歴史を持つロリカ同盟と呼ばれた国土はオリエンスの大地よりその姿を消した。スザクの旗が立つとき、ペリシティリウム総流を擁するコンコルディア王国は第二のアルテマダンが使用されるのを避けるため、自国領空およびスザク領であるルブルムの制空権防衛を開始した。さらにコンコルディア王国は戦火拡大を憂慮し停戦への道を模索していたが、スザク側はそれを完全に拒否することとなる。スザク領ルブルムの多くは未だ公国の占領下にあり、侵略に対する事実上の譲歩となる停戦を行うことは受け入れがたい事態である。スザク最高決定機関、通称八席議会は連日にわたり湿地奪還のための激しい議論を交わしていた。やはり現在の兵力では公国との全面対決は厳しい状況と言わざるを得ないのでは。首都防衛と重要拠点の解放を最優先とし、地方は切り捨てていくしかなかろう。戦力の不足は物資で補えばいい。攻型ではなかったとはいえ、公国は物資を用い侵略してきた。ならば我が国も物資を持って報復を行えばよいのだ。面白いことを言う。物資が議会の要求などで動くと思っているのかね。しかし事実、我が国のクリスタルは敵国のルシによって脅威にさらされた。このような状況であれば彼らも嫌だというはずがなかろう。ルシがそのような原理原則に沿うのなら苦労はしない。ルシはスザククリスタルの意思によってのみ動きます。ここでルシについて議論をしても解決にはならないでしょう。発言よろしいかしら。確か首都解放作戦に当たった候補生はクリスタルジャマーの影響を受けずに白虎ルシを撃退したと聞いています。その魔導技術を使い同等の兵士を作れないのでしょうか。遅くなったわ。あの子らと同じことは簡単にはできないわ。高度の機密事項だから技術開示も不可能ね。ドクターアレシア、クリスタルジャマーに関しては何か分かりましたか？そうね、私の計測だと
あのジャマーは普通の人間に扱えるものじゃないわね。制御できるのはルシだけ。それとロリカ消失以後、大掛かりなジャマー使用は確認されてないようだし、ジャマーに関してはルシに何かがあって今は使えない状況というところでしょうね。そうだったとして、現状を打開する策は何かあるのかね。候補生の戦闘介入の現在の防衛戦力をそのままとし、現状を打破するに最もふさわしいかと。アギト候補生ともなれば戦力になることは間違いありませんが、しかしベリステリウム守護の拡大解釈にならんかね。ルシが動かぬのでは選択の余地はなかろう。そうですね、院長様のご判断を仰ぎましょう。今は朱雀存亡の時です。誰もが試練にさらされています。アギト候補生たる彼らは朱雀のための戦いを厭わないでしょう。それでは議会での正式な採決をしましょう。
一応初めてとなるな。私が諸君の指揮隊長となる。クラサメだ。指揮隊長？そうだ。諸君は私の指揮下に入ってもらう。すでに魔法局局長アレシア・アルラシアより許可が下りている。マザーから？お帰れこら。俺らマザー以外の指図は受けねえぞ。おめえはお呼びじゃねえんだよこら。ブハいいじゃねえかよ、てめえ、こら！おわっ！やめなさい！